ました。むちゃチャンネル。さあ、はい、ここからは、はい、神田千穂です。はい、千穂さんですね、まあ、いつも問題をねたくさん解いて、これ解けるのか解けないのかみたいなのばっかりやってると思うんですけど、はい、リクエスト来てたんですよ。やったー初イディオム問題とか会話問題はやっぱネイティブだったらすごい簡単に解けるのかっていうの来てたんで、慶応の法学部にですねそれ出てるんで、2021年と19年かな、はい、はい、これも完全にイディオム問題でパッ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 とおそらく解けちゃうんじゃないかなっていうのをやっていただこうかと思います。終わりました。はい、早い、さすが。では見ていきましょうか。21番 Night Owl。はい、そうですね。 Well, I'm no longer quite the night owl that I used to be. Night owl、 まあこれよく使う表現ですね。はい、夜行性な人。そうですね、はい、owl っていうのが袋。そうですね、はい、正解でございますね。続いて22番、 As they say, the early bird catches the worm。はい、これも有名なイディオムですね。はい、さあ日本語で知ってるかな。早起きは三文の徳。おー、正解です。やったそして23番が I've actually been as busy as a bee。 はい、そうですね。 And a busy bee の方がいいかも。あー、busy bee。 I've been a busy bee。 まあまあまあ、そうですね。超多忙みたいな。こう働き蜂って言ったりしますけどね、日本語でも。え、言うんですか。その働き蜂っていうのは一生懸命やってるというか diligently な感じ。蜜蜂忙しいんですよ。はい、そして24番、 I don't want to let the cat out of the bag too soon。 はい、意味が、はい、口滑らせたくない。はいはいはい、秘密を言っちゃう。え、 spill the beans とか。あとは spill the beans、 ちょっとニュアンス違うかも。ああ、違う感じ。秘密とかではなく、うん、噂話とかでも使われるし、うん、他の人の陰口とか、うん、こんなことがあったんだよみたいなのが spill the beans で割と、うん、で、 cat out of the bag は例えばまだ言っちゃいけない、まだリリースされてないものだったりとか、うん、これからサプライズパーティーをするんだ、うん、そういう系のものに使われる。なるほど。spoil するって感じ。そうです、そうです、スポイラーですみたいな感じですね。はいはい、スポイラーって嫌われますからね、皆さん。本当にね、本当に映画のネタバレ、映画の本当に言っちゃう人たちもうやめてほしいさあ続いて、はい、25番、 I feel like a fish out of water。 はあ、はいはいはい、これはどういうんですか。なんか浮いてるみたいな、自分の置かれるべき環境じゃない感じ。うんうん、そうですね、まさにフィッシュがウォーターの外出ちゃったらね、ただただビチ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 ってなるだけですからね。さすが、正解でございます。そして26番、 Like a moth to a flame。 はい、これはどういう意味ですか。吸い込まれるように何かに惹かれてしまうみたいな。おー、なるほど。あんまりいい意味で使うことはない。おー、マイナスの時に使うってわけですね。で、今回の文脈だとカスタマーサービスとかをやってるのかな、はい、うん、それでお客さんが次から次へと来てしまう。はい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 、はい、なるほどね。そして次が27、 I've always been more of a lone wolf。 はい、これもよく使う表現ですね。そうですね、一人狼って日本語でも言いません。うん、そうですね、一人でやる人のことをよく言ったりしません、ね、lone wolf って。はい、はい、そして28が分からなかったと。分からない、聞いたことない、 B かな。正解ですまあバンネットっていうのがそもそも使うのかっていうね、ボンネットっていうのがこれでしょ、このちょっと被ってる。ああ、そういうイメージですね。イギリスで言うことあるじゃない、車のボンネット。あ、言わないです、こっちフードです。アメリカはそうそうそう、違うんで。バネッツったらつったらこっちの方です。そうですね、だからそのことばかりこう考えてるとか思い詰めちゃってる、ボスについてっていう感じですね。すごい考えすぎだろうっていう感じですね。これは聞いたことない。聞いたことない、ネイティブでも知らないのが、まあ、載ってはいるんですね、ちゃんと辞書には。はい、だから多分調べたらワンチャン出てくるけど、今のアメリカ人が使うかっつったらあんまり日常的には使わないのかな。なるほど。では次のイディオム問題ですね。はい、さあ見てみましょうか。1番、 I couldn't be better。 はい、意味は最高です。そうですね、これ以上ないぐらい。そうそうそう、これを僕の人はね最初良くないんだと思っちゃうわけですね。ああ、ノットついてるんで、そう、これ以上はないなんて最高ですね。はい、正解です。続いて2番が5番です。はい、 It's mostly up in the air。 まだ決まっていない。3番はどうしました。4番です。 Well, you know me。 でもここ結構迷いましたね。ちなみに当時の回答は2番が4で3番が5ってなってますけど、どうですか。どっちでもいいかもでも2人とも決まってないんですよ。うんうん、
この状況って決まってないよって言ってる人と、まあ俺のことだからみたいなことを言ってる人といるんですよ。だからそれがどっちでもいいかも。なるほど。このコンテキストがないんですよ。そもそもエイミーさんが優柔不断な人なのか、それともケロさんがもともと優柔不断な人なのかっていうのが全然コンテキストに書いてないので、だから最初に It's up in the air だから私は決まってないっていうのを先に入れたんですけど、でも別にエイミーさんが優柔不断っていう前提があるのなら全然エイミーさんが先に言ってもおかしくはない。まあ決まってないだからね。まあでもなんかよく見ると It's up in the air っていうのが I'm still undecided と意味が似てるから、はい、同じ意味から後にした方がいいっていう人もいるかも。なるほど。5と4がややこしいと逆方がいいっていう人もいれば、そうじゃなくてそもそも前提がないからもうどっちでもいいっていう人もいると思う。なるほどね。っていうなかなか厄介な問題だったということですね、はい、で次4番が2番、ね、I wouldn't be surprised。 そうですね、驚かないよですね。で次が5番が7にしました、はい、That's a rare combination。 まあそうですよね。何と何がコンビネーションになってるかっていうと Entertaining and insightful。 そうです、その2つがレアなコンビネーションだって言ってます。で6番が Well I guessed as much。 3番 そうですね、はい、そうだと思ったって感じ。そうだと思ったって言って Your room is full of things Japanese って言ってますね。 Japanese things じゃダメですか。どっちでもいいかへ、なるほど。で7が9番 That's what I admire about you。 好きというか尊敬するというか、はい、で次が1番が0番です。はい、そうですね。 Go on, I'm all ears。 はい、こうですね、ちゃんと聞いてるっていうわけですね、はい、教えて教えて。で次が9番が8番です、はい、That sounds rather depressing。 はい、depressing。 で次が10番が6、10番が6、はい、はい、It was a total eye opener。 はいはいはい、すげえ感動したりする使われてですねIt was a total eye opener っていうより It was really eye opening っていう方が大人っぽいから、あこれ結構なんか、はい、いいですね、eye opening ってね、うん、なるほど。あんまりアイオープナーっていうのは言わない。いや、ていうよりだからちょっと幼稚に聞こえるなと。あ、そうなんですね。じゃあ続いて前置詞副詞を入れていくやつですね。11番が9番なので Fired up。 はい、Fired up はどういう意味なんですか。エンジンかかってる感じ。あはははやる気あるみたいな、燃えてる。あ、そっか、それを取るのに、それを取るのにもう燃えてますよ。で12が4番です。 By ですね。 By training。 はい、まあこれは全然、まあ、By training、 Sociologist by trainingっていうとどんな人ですか。学歴を見ると本当に社会学者っていう人。ほうほうほう、それをバイトレーディング。うん、なるほど。バイトレードが一番使うかも、そのトレフレージングだったら。へえ。あ、仕事はこれだよみたいな。ああ、なるほど。はい、次が13番。ジョーキングアサイド。はいはい、ジョークは。ジョークは置いといて。置いといてですね。評価は置いといて。はい。そして14番が Inside Out。 あー、これよく映画でありましたね、はい、日本語のタイトル全然違いますよね。あ、Inside Out 2か、今やってるのが。そうそうそう、あのライリーの感情、感情のやつですよね。でもあれ文化の違いがめっちゃ面白いんですよね。ライリーの嫌いな食べ物が出てくるときに、はい、アメリカ版だとあのブロッコリーが出てくるんですよ、はい、で日本だとピーマンが出てくるようになってるっていうのを見ました、どっかで。私はちょっとアメリカ版しか見てないから。やっぱそう、日本だと Inside Head。 Inside Head、はいはい、Inside Out が Inside Head になってるってやつですね。はい、で15 Off the top of my head。 あ、はい、これはどういう意味ですか。パッと今考えられるものの中ではみたいな。そして次が16番 Grew up on Japanese anime manga。 あ、なるほど、そうですね、まあ、それで育ったってことですね。そして I'm still in love with Japanese pop culture to this day。 To this day は結構使いますね。そうですね、よく使う表現ですね。そして18番 Besides I can't get enough of anime manga。 あ、Besides、 まあこれはなんかイディオムでもなんでもないですね、まあ、確かにその上みたいな。で、9が Ran across、はい、Ran across ってあんまこういう風に使わないかも。 I came across とかの方が。そうですね、カマクロスでしょうね、普通使うんだったらね。 Ran across だと本当にもう走ってるイメージ、うん、人に出くわす時とかですね。 出くわす。で、最後が Is beyond belief。 Beyond belief、 信じられないってやつですね、はい、じゃあやっぱ想像の範疇を超える。あ、やっぱ最初この会話のどっちでもいいじゃんみたいなやつでしたね、はい、ということでございました。参考していただければと思います。最後、ありがとうございました。 Thank you for watching。 バイ。